超電動磁石とはどのような現象でしょうか超電動の原理は量子力学によって解明されていますが、超電動磁石のメカニズムは未だ解明されておりません。関係する荷電粒子の運動を考えることによって初めて理解できたのでここで紹介します。アハラノフボーム効果の実験に用いた超電動体で包んだソレノイドコイルを考えます。 アハラの不防無効果によればソレノイドの上下の外側を通過する電子が受けるベクトルポテンシャルの方向が異なるので、ソレノイドを流れる電流によって通過した電子の物質波は位相が相違し、干渉島が変化します。まず、ソレノイドに流れている電流のベクトルポテンシャルと平行に運動する超電動体内部の電子が集まります。超電動状態で運動する不電化の電子が静電化の格子振動と運動するので、超電動体と上電動状態のソレノイドコイルの境界領域では磁力線は相殺します。 しかし、超電動体の外側には超電動のベクトルポテンシャルが現れます。時速密度は運動する過電粒子の作用を加え合わせた結果ですので、時速密度は要素の詳細な情報を提示しておりません。都の村明氏が1986年にアハラノフボーム効果の実証実験として次のような実験をしました。微細なドーナツ状の磁石を超電動体で取り囲み、その磁石の外部に磁場が漏れ出すことを防ぐようにします。 そこで、ドーナッツ型の磁石の内部の磁場を変化させて、ドーナツ状の磁石の甲の中と、磁石の外側に通した電子線ホログラフィーの干渉島を観測しました。そこで観測されたのが超電導による半磁性電流の効果です。アハラノフボーム効果は1959年にアハラノフとボームがその存在を理論的に指摘した現象です。 量子力学の計算で電子の運動のハミルトニアンにベクトルポテンシャルを加えるので、通過する経路のベクトルポテンシャルが相違すると通過する物質波の位相に差を生じるという理論です。その理論は異なるベクトルポテンシャルの影響を受けた物質波が重なり合う場所で現れる干渉時まで確かめられるとされました。円運動する家電粒子が円運動するベクトルポテンシャルを発生します。ベクトルポテンシャルは光の速度で他の運動する家電粒子に影響を与えます。 ベクトルポテンシャルを周回積分すると磁束密度が得られます。時速密度は運動する家電粒子の作用を加え合わせた結果であり、時速密度は要素の情報のすべては記述していません。電荷の運動に対する磁場が持つ位置のエネルギーは二式で与えられます。時速密度の場所に家電粒子の電流が存在すれば、二式に示すポテンシャルエネルギーにより、ベクトルポテンシャルと同じ方向の電流は磁気的なエネルギーを小さくするように並びます。 ベクトルポテンシャルは運動する荷電粒子によって生成されます。ベクトルポテンシャルは光の速度で他の運動する荷電粒子に影響を与える空間の場の属性の歪みです。通常の電動状態では運動する電子の磁気的エネルギーがベクトルポテンシャルに平行であると低いため平行に移動する電子が集まります。常電動状態ではベクトルポテンシャルと平行に運動する電子の磁気的なエネルギーが低いので平行に運動する電子が集まります。 超電動状態では格子振動の性の電荷が電子を覆っているので性の電荷の作用が外部に現れて判事性を示します。ご清聴ありがとうございました。